日ごとの糧、2024年9月19日。あなたのしもべを裁きにかけないでください。見前に正しいと認められる者は、命ある者の中にはいません。詩編143編2節。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさいと言われた。ルカによる福音書7章48から50。見前に正しいと認められるという表現は、神様の前で罪はない、無罪と評決を受けられる人のことですよね。そういう人は私たちの中にはいませんと、詩編の作者は、語ってるわけですね。自分で自分の罪を忘れることができても、神様に対する罪も、人に対する罪も、自分で勝手に許せるはずがありませんね。そしてその罪の存在というのが私たちの心を重くし、心を暗くし、自信喪失にさせたり、自己肯定感を低く、したりするわけですね。ところがイエス様は、香油の入った壺からイエス様の足に香油を乗り、泣きながらイエス様の足に、キスする女性、おそらく、社会的に身分の低い辛い過去を背負った女性に対して、あなたの罪は許されましたとこう伝えるわけですね。つまり、あなたは神様の前で罪のない人として立つことができるようになりましたよとこう伝えたんですよね。救い主イエス様はまさにそのことを宣言するために来てくださったと言えるかもしれません。そしてそれが可能になるためにイエス様は十字架で私たちの罪を担い、私たちを、救うために、神様からの裁きを引き受けてくださった、その罪を十字架で処分してくださったということなんですよね。しかしそれは命がけの出来事だったわけですね。私たちは、それほどに神様に愛されている。救い主イエス様が犠牲を厭わず、私たちの罪を許しのために、十字架で死なれるほどの愛を示してくださった。そのことはですね、本当に大きいことですよね。ですから、それについて本当に心から感謝をし、その許しを受け止め、イエス様の愛に、応答しながら生きていくということができればいいなと思うんですよね。毎日毎日、その出来事から一日を出発することができたら、気分が随分変わるような気がするんですね。今日も良い一日になりますように。あなた。
様の愛。